スムルズめっちゃ良かった。あ、スムルズ見てくれた？スムルズ第1話放送されたんだけど、俺も昨日もう一回改めて見直して、見逃し配信 TVer で見たんだけど、あれまず1話見てほしいね。1話めちゃくちゃ、1話見たらこうどんな感じか分かるし、なんかいい意味でドラマっぽくない、まあいい意味で使っちゃったけど、この映画っぽい質感というかフィルムっぽい感じで、1990年頃が舞台だったりするから、そのいい質感、平成っぽい、平成か、平成だね、平成っぽい感じもいいね。今日誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。なんか楽器弾ける？いや俺はね、ギターはもうある程度いけるけど、ピアノはね買ったんだけど眠ってる。ピアノやってない、そう、ピアノね、やってないのよ。全然。ちょっとしかやってない、マジで。しゅんちゃん、ドラムやってほしい。ドラムか、リズム系？ツツタン、ツツタン、ツツタン、ツツタン。なんでこれ？ああ、あれだ。ツツタン、ツツタン、ツツタン。リコーダーできる。あ、リコーダーできる。なんだっけ？あ、できねえ。ドレミファソラシドのブーブーブー結構だ、昔やってた。憧れの楽器、え、俺それこそバイオリンめっちゃやりたくて、そう憧れだったけど、もう大ちゃんが上手すぎて、もう大ちゃん頑張ってって感じ。自転車の振動、なに俺あれか、ドラマか。めっちゃチャリこいつかも。コントラバスしてます。すごいね、コントラバスって。めっちゃでかいやつ、トロンボーンってあれじゃん、プッ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 プってやつじゃん、プッ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 プって。なんか見たことある。瞳めっちゃ綺麗だ、ありがとう。そんなことある。北海道最低気温1度になった。マジか、寒っ。いいな、まだまだ暑いべ。こっち俺エアコン26度と7度とかにして。ミルクでバンドとかやってみてほしい。いやもう誰か脱いじゃうから誰か裸になっちゃうからダメだよ。すごい、みんな結構あれだね、楽器系やってるね。最近運転した？してないです、全然してないです。なんか使う時がないよねマジでね、タクシーの方に運転してもらったり、スタッフさんに運転してもらったり、自分で運転するのがねないよね。全然助手席でいいし。ププ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 プ、しゅんちゃん可愛すぎた、ハマってる、ありがとう。可愛いのかかっこいいのか、どっちかな。アクセサリーかっこよすぎる。なんか始める前にさ、目の前にこのネックレスがあって、それをつけました、久しぶりに。結構前つけてたんけど、これね、なんかもう何もない、シンプルな。お父さんだったのかな、なんか家から持ってきた気がする。プトトトトトト、就職内定もらったよ、おめでとう。グッチョブ、エビバリグッチョブ。お父さんおっしゃる、いやこれ多分ただの金じゃないかな。みたいなやつあるよね知ってる、あのさ、こういうやつでさ、なんか上から止まっていくみたいな。むずーこれが高田みたいな、むずうえうえー
むつ。今日もバブい。なんだそれ、バブくねえぞ全然。俺も22だぜ。俺がこんなでっかい赤ちゃんだったら大変だよ。お腹空いてる、空いてる、めっちゃ空いてる。もうなんかね、お腹空いてる、これ食べたいって思っただけで目の前に出てくればいいのにね。そんなわけないだろ。うわあ、まだ仕事頑張って。今日何か食べた？今日はお弁当を食べました。おにぎりも食べたし、ブリトーも食べたし、そうコンビニのブリトーがめっちゃ美味しくて、そう最近ハマってる。10もハマってる多分。美味しいよね、あのチーズとかハムとか挟んでるやつ。しゅんたくんの髪型すごく好き、ありがとう。今日これやってもらったんだ。この配信いつまで続く？半かな、半ぐらいまでやって、その後はキラリ配信しようかなって感じかな。今日もかっこいい、ありがとう。夜たくさん食べてね、ありがとう。ジュノンのしゅんちゃんめっちゃよかった、ありがとう。ハヤちゃんもいたね、上に。ハヤちゃん俺もいて、ドラマの話いっぱいしてきたから。さつまいもチーズブリトー、さつまいも入ってんのブリトーに、めっちゃ美味しいじゃん絶対。なんかおしゃれ、おしゃれな生活してんだろうな、丁寧な暮らしって感じ。俺丁寧な暮らしできないんだよなマジで思うけどさ、丁寧な暮らしって何？丁寧、朝からなんかちゃんといろいろ、朝から浅い食べるみたいな。丁寧な暮らしとは、朝からコーヒーか、コーヒー入れて瞑想して、理想のミニマリスト。なるほどね、丁寧な暮らしって別にこれが丁寧だし、規則正しくて別にいいし。ランチョンマット、あできない。なんで汚れちゃうじゃんランチョンマットね。えそして机だったらもう机全部拭いたらいいじゃんねえ。箸置き使わない、箸置き使わないな。ティッシュケース、あティッシュケース使う、使ってるけど見てこれ今。大丈夫ね、ほらティッシュ入ってない。入れ替えんのめんどくさすぎてティッシュ入ってない。全然丁寧じゃないね。そんなもんでしょ、普通にあの袋で、袋っていうかこのままこのままもある。全然入れてない。コースター使う、あコースターとかあるけど、一人の時なんか水濡れちゃダメな時は使うって感じかな。飲み物のコップに移す、あこれはコップに移すわ。あれっていうねか、あーもうまたなんかコラボ配信来たよ。これさ、これしちゃうよコラボ配信、そんな送ってきたら。いいんだなこれ、しちゃうよ。これ怖いよ、もうだからしないって、うん、怖いよ、怒られちゃう、間違いない。しかも気まずいし、俺何話していいか分かんないし。いかんよだって、いかんよ。神祭舞台楽しみ、あ舞台挨拶ね楽しみだね。だよね、人見知り、俺どうなんだろう。いや別に人見知りっていうのが分かんないけど、人見て、人見知りってどういう意味？人見て知るってよく分からないよね。初対面苦手みたいなことだよね人見知りってね。全然余裕だな、どうもっていけるな。食わず嫌いみたいな。だから人見知りって食わず嫌い的な。人の目が見れない。ああ、人を見、どういう由来なんだろう。
私喋れないから本当に羨ましい。確かにね、なんで喋れるんだろうな。喋れるけど、昔はそれこそ全然誰でもいけたけど、逆に最近になってちょっとめっちゃ気使うな。なんか一個引いちゃう自分とかいるな。友達多そうだもん俺、強くないよ友達。なんか基本俺遊ぶの高校の友達だもん。高校の友達か、まあドラマとかで共演したサハトキの人とか、タカトとか、まあ、エビダンでしょ、タクちゃんとモモタクとかリンちゃんとか、とかあの辺ってもぐらいいたもんな。ほんとドラマの人とか、浅く深く、どうなんだろう、え、両方とあるな。浅い人もいれば深い人もいる。コミュ力高い、どうなんだろうな。人間関係むずいよね。まあね、みんな悩むとこだよね。でもさ、なんかなんとかなるしね、人間関係なんて。しゅんちゃんはファンの方と話すの、ミルキーズと話すの、緊張はしないかな。なんか緊張はしないな。自分のことを好きですって言ってくれる人に対して、なんかこうちょっとさ、やっぱかっこいい自分でいようっていう、かっこいいっていうか、なんだろうな、その気持ちに対して応えようみたいなところちょっとあるけど、それ以外は割とその自分だな。しゅんたんに私も緊張しない、いい意味で、おいちょっと緊張しろちょっと緊張してる。でも俺結構会うと緊張しないって言われること多いな。全然緊張してよ。それもおかしいけど、しゅんたくんいつでもこのテンション。いやーそんなことないよ、俺も低い時もあるし高い時もあるし。しゅんたくん背高くて緊張する、見上げちゃうってこと。俺もこうやっていつもありがとうおーありがとう何言ってんだ。そのなんて書いてある。あ、言っちゃった。いつも何時寝てる、仕事柄何時か決めれない時多いけど、自由に寝れるとき、うわー、休みの日は意外と俺24時に布団入って1時とか。いや日によるな一番嫌な答え方、日によるな。もう日によるかな、うん。しゅんちゃんって顔覚えてる。顔覚えるの得意だね俺。なかなか俺割と、うん、だから街とかでたまに、あれ？あの人特典会来てくれてた人じゃない？みたいな、何回かあるんだよあと車乗っててあれ？みたいな、見間違いかもしんないけど、ちょっと気まずい、気まずいけど、はい。何回ぐらい、いやわかんない、回数とか厳密にわかんないけど、でもこう何、やっぱよくあるじゃん、なんだっけ、なんちゃらアビウスの忘却曲線みたいな、なんか7回なんだっけ、1回やって2回やって3回やって、こうどんどん指数関数的に覚えていくんだよね。で7回やったら絶対覚えるんじゃないあ、それだ、なんだっけ、エビングハウス、エビングハウス、そんな名前だっけ。期間空くと忘れな、そうだからめっちゃ期間空くと、あ、でもね俺この前とかね、なんだっけ、俺エビダン名古屋、エビ名古屋時代の時のファンの方が来てくれてってなったからね、まあ意外と
頭いいのかもな。その覚える顔を覚える頭いいのかもしれん。バスタブ曲線そんなあるの？バスタブみたいな形してんのかな。一瞬1、2回目めっちゃ覚えて、もうずっとさ忘れちゃってまた覚えるみたいな。だから髪色変わったとかめっちゃ気づく。気づかなかったごめんね。あ、なんか嬉しいコメントあった。パパが俊太くんって男から見てめちゃくちゃかっこいいって言ってた。パパなんかパパなんか最近思うのがさ、ファンミーティングとか言っててあのこの前熊本とかも行ってたんだけど、ファミリーお父さんとかなんか基本さやっぱミルクのファンの方ってさあの女性が多いよね。やっぱ女性が多かったりするんだけど、子供男の子の子供とかパパとかママとかが見に来てくれてて嬉しいよね。一番嬉しいのはやっぱ俺はあの男の子のなんかこうキラキラした憧れるっていうとあれだけど、こう夢をこう僕らが与えられてる瞬間っていうのがやっぱ一番嬉しいかな。特になんか自分ももともとずっと小学校3年生2年生ぐらいからサッカーしてて、小5か小4とかぐらいの時に EXILE さんのファンタジーっていうライブ、トヨタスタジアムだったっけな、にお母さんが好きだったから見に行った。そうで見に行った時に本当に夢っていうかシンプルにうわこの人たちなんでこんなエネルギーくれんだろう、かっけーと思ってた。その時は俺はまあサッカーやってたし別の世界だから、中学校とかダンスしてる友達とかいたけど、なんか俺もダンスしたいとかじゃなくて、あー祭りって友達のダンス見てあーかっけーなーみたいな、地元のさイオンとかでさ友達が踊っててうわーかっけーなーって思ってたんだけど、それがまさか自分がねそっち側に立つっていう。てか俺みんなさドームツアーとかさ夢掲げて、俺もミルクとしてドームツアーもちろん夢なんだけど、一個あれ画面止まって、あれ電波悪い、なんで電波悪い、俺全然ずっと動いてんだけど、動いた、電波やばい、今大丈夫、あれ人による、今大丈夫、これ時差あるのか、ちょっと話しちゃうね、大丈夫、たまにたまる、なんだっけ、そう充電ある、あ、一応充電してんだよ今、そう今タコパしてる。知らん、電波悪いとかじゃない、タコパしてる、いいね、タコパしたい、刺してタコパしたい、いいなぁ、もうね、キムチとかチーズとウインナー美味しいよ、タコパって知ってるか、そう、めっちゃウインナー好きウインナー美味しい、トマト入るの、そんなないっけ、何しだっけ、そう夢をもらえた、与えられる側になって嬉しいっていう話で、あ、そうそう、ミルクがドームツアー夢っていうのあるけど、その中に俺はプラスアルファでスタジアム、もう藤井風さんとかがよくやってるようなこのあの空も綺麗で上開閉してめちゃくちゃいいよね。東京ドームなくなるの？え、東京ドームなくなるの？どういうことそんなことある？暑いねんな、スタジアム、確かに見てるみんな暑いよな、暑そう、スタジアムいいよね、ママしゅんちゃん教えて、ママ嬉しいママとかに好かれるのってなんか嬉しいよな、ちゃんと見てくれてる、なんかいいよな。噂ではなくなるし、マジめっちゃ噂って、東京ドームなくなったらどうするの？新しいの建てる、なんかミルクドームみたいな。東京ドームなくなったら、え？
移転する、移転するん、そうなん、みんな詳しい、業界人どこに移転するんや、何それ、牛柄のドームだってやばやば、牧場やん、そんなん、ほぼ香川にアリーナできるよ、マジなんかいいな、築地あたり、なんでなんやろ、え、移転前にやりたいな、さすがに名前が、はぁ、いろいろあるんやね、待って、ドームで働ける初めて聞いたドームで働いてるんや、マジ、はよ会いに行くわ、俺らが会いに行くわ、へぇ、でもこういうのってさ、なんか噂って意外と工事するのってまだまだよな、なんかさ、びっくりした、なんかディズニーのスペースマウンテンもさ、なんか工事して移転するって言って、あのすぐなんかな、違うとこになれるとか聞いたら2007だっけな、40年とか30年とか、まだまだやんみたいな、あ、電波重い、なんでなん、ちょっと、え、誰かいたずらしてる、いつもそんな悪くならないの、なんなんやろ、充電しながらやから、ちょっと外すか、あ、怖っ、え、電池悪いんかな、熱暴走、あ、危ない、みんながネット使う時間だからすげえ、ちゃんと見れてる、あれ、スペースマウンテン2027やっけ、もっと前じゃなかったっけ、あとじゃなかったっけ、あと2分だから大丈夫、あ、ほんまや、あと1分や、7時29分、これからキラリ行きたいと思います、何話そうかな、キラリ、なんか久しぶりにゆっくり質問とか、何したいかな、最近は、香水とかもありやな、何しようかな、なんかコーナーしたいな、お悩み相談もありやな、自宅ですか、自宅です、わからん、もしかしたらスタジオかも、ホテルかもしれません、ご飯食べようか、いや今から頼んでいけるかな、いや、ワンチャンありやな、家具紹介、いや、なんかいいな、最近買ったものとかもワンチャン、香水紹介したいな、俺結構あるから、まぁ、ちょっと考えます、ということで今日の TikTok 配信ありがとうございました、グッチューブ、あ、そうだ、エビバリグッチューブ配信10月23かなだった気がするですね、に、あの配信発売か、あれは発売されるので、ぜひお楽しみにしてください、そして埼玉スーパーアリーナで11月3日4日ライブして、あとは大阪城ホールも、もう盛りだくさん、この年末まで盛りだくさんなので、ぜひ楽しみにしててください、もう今年もこっから、もうだから10月だからあと2ヶ月しかないのか、今年10、11、12、3ヶ月でした引いて1足すですね、3ヶ月間ミルクでいっぱいしますので楽しみにしててください、バイバーイ、じゃあキラリでバイバーイ。